259系新リニューアル塗装車がデビューしました。JR 東日本は、今日14日、新たな塗装に変わった E259 系電車の営業運転を開始しました。E259 系電車は、2009年に営業運転が開始した車両で、空港アクセス列車である成田エクスプレスで活躍しています。これまでの塗装は、253系時代から続くものとなっています。NEXとしての車両デザインとして長く親しまれてきましたが、この度、新製 E259 系としての進化をコンセプトとして、デザインをリニューアルすることとなりました。新たな塗装は、NEXが作り上げた空港アクセス特急のイメージを継承しつつ、シルバー基調のカラーを、先頭車両の前面、側面に取り入れました。空港アクセス特急に限らない多様化したご利用目的に合わせた都市間輸送特急、時代の変化に対応し持続して進化を遂げることを表現しています。リニューアルの1編成目は、NE005 編成に施されました。そして、今日15日より営業運転が開始しました。JR 東日本によると、今年度末までに、全22編成の塗装を、新たなものに変更するということです。これで、5月14日の KAB ニュースを終わります。